桃色クローバー、現桃色クローバー Z の元メンバーで女優の早見あかり、28、が、13日までにインスタグラムを更新。娘とユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際のショットを公開した。この日、早見は、早見あかりの ITHINK、配信されています。スペシャルプレゼントもありますので、ぜひレターを送ってくださいねと綴り、自身が木曜日のパーソナリティを務めることになった、ポッドキャスト番組、アイシンクの配信が7月13日より開始されたことを報告した早見。加えて、番組で触れたユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて、これはラジオの中で話したユニバの写真と、娘とのツーショットを披露。その上で、おしゃれに可愛く、より日焼けしない、熱中症にならない、がテーマだったので、完全に激ヤバダサ写真になりました笑い。これに日傘カーディガンに保冷バッグにリュック持って、はえ、写真なんてほど遠い笑い。でも娘が楽しそうで、元気に帰れたのでオッケー。と報告し、スニーカー以外黒ずくめのコーデで、娘と一緒に楽しい時間を過ごしたようだ。そんな早見にファンからは、オーラですに、めっちゃ大きくなってるやん。はえからほど遠くてもあげてくれてありがとう。嬉しい。お嬢大きくなったね。よかったね。なかなかの黒ずくめ。激ヤバじゃないすよ。イケてるすよ。娘ちゃんもうこんなに大きいんですね。どんな姿もオーラですに。娘ちゃん、上手にピースできててとっても可愛いです。親子写真素敵です。などの声が寄せられた。画像、オーラですに。早見あかり、娘とユニバを満喫する、激ヤバダサ写真。一つ前の投稿では、8月4日に国立代々木競技場第2体育館で開催された TGCT2023 サマーにゲストとして出演した早見。また、8月6日からスタートするドラマ、何曜日に生まれたのでは、女優でドラマーのシシドカフカ、38、の妹役を演じるなど、各方面から引っ張りだこな早見。幅広い今後の活躍にファンも大注目だ。